ガブリエレディボルボイコールデシチリエは、両シチリア王国の旧統治者ブルボンシチリア家の一員。両シチリア王フェルディナンド二世の孫にあたる。全名は、ガブリエレ・マリーア・ジュゼッペ・カルロ・イニアツヨ、アントーニオ・アルフォンソ・ピエトロ・ジョバン・ニ・ジェラルド・ディ・マジェラエと、オムニ・サンクティ。最後の両シチリア王フランチェスコ二世のイボテ、カゼルタ・ハク・アルフォンソと、その妻で、トラーパニ・ハク。 フランチェスコの娘であるマリーア・アントニエッタの間の第十二子スエ末息子として生まれた。伝統的に両シチリア王家の王族として扱われていたが、隕石のスペイン王アルフォンソ十三世の特使により、1920年8月16日付でブルボン公使の称号と王家の殿下の継承を法的に認められ、この称号はガブリエレの正当な婚姻によって出生したすべての 男系子孫に受け継がれるとされた。ガブリエーレは、生涯に二度結婚し、いずれもポーランド人上級貴族の娘を妻に迎えた。1927年8月25日のパリにおいて、アダムルドビク・チャルトリス記公爵の娘マウゴジャータ、チャルトリスカと結婚したが、マウゴジャータは、第一子を出産後間もなく死去した。百三十二年九月十五日に、クラクフにおいて、 カジミエシュル・ボミルスキ公爵の娘、ゼツリアル・ボミルスカと再婚した。最初の妻マウゴジャータ・チャルトリスカとの間に息子を一人、儲けた。二番目の妻、ゼツリアル・ボミルスカとの間に二男二女の四人の、子女を儲けた。ありがとうございます。